ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は日本で起きた5大医療事故について解説するぜ。え、医療事故、病気を治すために病院に行ったら事故に遭ってしまうのは怖いわ。この5大事故の中には、明らかに病院側がずさんすぎると感じる事故もあれば、お医者さんが逮捕される瞬間のリアルな話もあるぜ。え、どんな話だろう。心が痛くなりそうだけど聞いてみたい。では、5つまとめて紹介するから心して聞いてくれよ。よろしくお願いするわ。まず、最初は都立広尾病院事件についてだ。1999年に東京都立広尾病院で起きた医療事故なんだ。58歳の女性が手術の後、誤って消毒剤を点滴されて胸が苦しい、と言った後、亡くなってしまったんだ。誤って消毒剤を点滴されたって、どういうこと？この事故の詳細を時系列で話そうか。1999年2月8日慢性関節リウマチ患者の D さんが都立広尾病院に入院した。翌日の9日、主治医から手術の説明があった。簡単な手術ですよ。何も心配ありません。簡単な手術という説明だったのね。ああ、左手中指関節の滑膜切除手術というものだった。2月10日手術は行われ、成功した。成功してよかったわ。ところが、翌日の2月11日、看護師が血液凝固防止の薬と間違って消毒液を点滴してしまったんだ。え、なんでそんな間違いが起こったの？間違いは3つのミスが重なったんだ。まず1、8時半頃 A 看護師が血液凝固防止の薬、ヘパ製、と別の患者用の消毒液、ヒビグル、を同時に準備していた。ヘパ製の注射器にはマジックで、ヘパ製、と書いたんだけど、間違って、ヒビグル、と書いたメモをセロハンテープで、ヘパ製、の注射器に貼り付けてしまったんだ。そのままその2本の注射器を並べて処置台に置いて部屋を出た。メモを貼り間違えたの、よりによって消毒液に。ミスに、9時頃 B 看護師が確認を十分にせず、ヘパ製、入りと思って注射器から消毒液を 10ml 中 1ml を血液の中に注射したんだ。残りの 9ml は、点滴ルートの中に入れた。患者の D さんは、胸が苦しい、と訴え始めた。消毒液を注射器で体の中に入れたの、大変だわ。早く何かの処置してほしい。そしてミスさん、戻ってきた看護師 A は、患者が苦しんでいるから当局の医師に連絡した。医師の指示で血管確保のための維持液の点滴をした。ところがその時、点滴ルート内に入っていた消毒液 9ml 全量が体内に入ってしまった。ええ。この時に看護師 A は、処置台の上に、ヘパ製、とマジックで書かれた注射器に自分で書いた、ヒビグル、と書いたメモが貼られているのを見つけた。当局の医師に、ヘパ製とヒビグルを間違えたかもしれません、と伝えた。その直後9時半頃、患者の D さんは意識を失い心肺停止になってしまった。主治医の G 医師も駆けつけて心臓マッサージを行っていたんだけど、その時に消毒液を間違って注入したかもしれないと当局の医師から聞いた。そして、患者の右腕に色素沈殿のようなものがあることに気づいていた。うっ、辛いわ。院長にはこの件は電話で伝えられた。翌日の会議で警察に届け出ることに一度は決まったんだけど、職員が来るまで保留になってしまった。職員が来たのは24時間以上経過した後だった。保留にせずにすぐに警察に届ける必要があったのでは？ここで24時間経ってしまったことで後に医師法21条の問題を問われるんだ。医師法21条って？医師は、死体または妊娠4月以上の死産時を検案して異常があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない、というものだ。そうか、その24時間が経ってしまったのね。その後病院で病理解剖の結果、90% 以上事故死であると報告された。遺族の方には、2月20日、院長と副院長は遺族の元を訪ねて中間報告を行ったんだ。遺族から、警察に届け出ないなら、自分で届け出る、と言われて、その日のうちに警察署に届け出た。言われたから警察に届けた感じに見えるわ。病院側は会見で、非公表は遺族の意向だ、と嘘の説明をして遺族の不信感を増大させたんだ。そんな嘘は、不信感が募るわ。裁判の結果、看護師2人が業務上過失致死罪、主治医は異常死体届出義務違反、院長が医師法違反などで有罪となった。医師法21条に関しても争点になったけど、東京高裁で棄却された。
次は2006年に奈良県で起きた大淀病院事件について解説するぜ。この事件は、32歳の女性が出産中に脳出血を起こし、後に亡くなったというものだ。そして、この事件は毎日新聞によって報道され、日本中で大きな話題となった。それは大変な事件ね。具体的にどういうことが起きたのかしら？この女性は、2006年8月7日に大淀病院に入院したんだ。翌日、彼女は頭痛を訴えて意識を失った。そして、彼女の状態が急に悪化して、多くの病院が彼女の受け入れを拒否した。19病院に断られ、大阪府の国立循環器病センター病院に搬送されたんだ。脳内出血と診断され、緊急開頭手術と帝王切開が実施された。男児を出産し、女性は残念ながら1週間後に死亡してしまった。出産中に脳内出血を起こすことはよくあるの。出産中の脳内出血は稀なケースだぜ。でも、一度脳出血を起こすと、死亡するリスクは高まる。この事件については、医学的な意見や診断に関してもいろいろな議論があったんだ。彼女の家族の方は辛かったでしょうね。ああ。遺族の祖母は脳外科病棟で勤務歴が長い看護師だったから、頭を痛がって意識を失った彼女を観察して、助脳硬直、脳内病変、が疑われると頭部 CT 撮影を再三依頼した。だけど病院は CT 検査を行わず、搬送の準備を優先させたんだ。遺族は病院に対して損害賠償を求める訴訟を起こしたけど、2010年に請求は棄却されたんだ。棄却の理由は何だったの？ CT 検査をしなかったことは過失ではないという判断だった。仮に過失を認めたとしても、脳出血があってからの経緯が急激で、産婦人科、脳神経外科、麻酔科が完備された病院で分娩しない限り救命できなかった。また揃っていたとしても救命できたかわからないという判断だ。出産中に脳内出血をするというのは本当に大変なことなのね。この事件は毎日新聞がスクープとして報じた。6時間放置、たらい回し、などのセンセーショナルな言葉で全国に知れ渡ったんだ。確かにショッキングな出来事だわ。この報道で、毎日新聞社奈良支部は第11回新聞ローレンジャーナリスト大賞特別賞、坂田記念ジャーナリズム賞を受賞した。だけど、初期の報道には誤報も多かったという専門家もいる。誤報、どんな点なの？例えば、死亡原因が明確でない段階で医療ミスとして報道した点などだ。他に、6時間放置、なども、実際は受け入れ先の病院がなくて結果的にそうなったというだけなんだけどな。なるほど、確かに病院は放置はしていないわね。事件があった大淀病院は、奈良県南部で唯一お産を扱っている病院で、産婦人科医は一人しかいなかった。この事件後、お産を取り扱う医師がいなくなり、奈良県南部でお産ができる病院はなくなったんだ。大変。妊婦さんはすごく困るわ。でも、この件は当時奈良県の救急搬送整備の遅れが原因でもあったんだ。奈良県は、2006年時点で母体に対応できる総合周産規模診療センターが、近畿、西日本で唯一設置されていなかったんだ。県の県救急医療情報システムも、リアルタイムに情報更新がされていなくて実態が反映されていなかった。それはいざという時に心配な体制ね。奈良県はこうした医療体制の立て直しを図った。17年には奈良県でドクターヘリが運行を始め、22年1月からは奈良県立医大病院救命救急室が24時間365日体制に拡充されたんだ。それは良かったわ。大きな進歩ね。医療の安全に関心が集まると、制度の改善が行われるきっかけにもなる。日本全国の話では、公的補助で受けられる妊婦健診回数が5回から14回に増加したり、出産育児一時金が38万円から42万円に増額、2023年4月からは50万円、されたりした。無理して安い分娩料でやっていた病院は人を増やしたりできるようになった。経営不採算部門扱いだった産婦人科の立ち位置も好転して、参加を続けていけるようになったのではと専門家は言っている。医療に対するマスコミ報道が過熱すると、助けてくれるお医者さんがいなくなってしまう危険もあるけど、世間がそのニュースを知ることで制度の見直しが行われるきっかけにもなることもあるのね。次は割り箸事件、だぜ。この事故は、1999年7月10日の土曜日に東京都杉並区で起きたんだ。男児は、病院の母親と兄と一緒に、盆踊り大会に遊びに来ていた。夏のイベントね。楽しそうな雰囲気だったでしょう。そうだ。
男児と兄は綿菓子を食べて楽しんでいた。でも、母親はチケットを手に入れるために一時的にその場を離れたんだ。その時、母親は兄に男児を見ていてね、と言ったんだ。小さい子は予想外の行動をとるから、お箸を加えながら歩かないように気をつけて。そう、男児は綿菓子の割り箸を口に加えたまま走っていたんだ。そして、午後6時5分頃、何かの原因でうつ伏せに転倒してしまった。その弾みで、加えていた割り箸が喉に刺さった。うわ、危ない、喉に刺さるなんて。男児はすぐに割り箸を引き抜いたけど、その割り箸は折れてしまって、残りの部分はどこに行ったのかは不明になってしまった。事故の直後、男児は一時的に意識が朦朧としたけど、すぐに意識を取り戻したんだ。保健室に運ばれ、看護師が確認したところ、口の中にはへこみのような傷があったけど、出血は止まっていた。血は止まっていたの。救急隊が到着した時、男児は意識がしっかりしていた。救急隊員は傷口の出血は滲む程度で、舌に血がついていることを確認した。怪我をした時に意識障害があったことは救急隊員には伝えられなかった。そして、午後6時20分には救急車で搬送され、杏林大学医学部附属病院に到着したんだ。その後の診察はどうだったのかしら？6時50分頃、耳鼻咽喉科の医師が診察を行ったんだ。この時、医師は男児の母親から事故の経緯を聞いた。しかし、割り箸が折れたことは伝えられなかった。それは重要な情報を伝えられなかったわね。医師はどのような診断をしたの？医師は傷口を確認したけど、深さは不明だった。ただ、傷は小さく、出血も止まっていた。触診をしたけど硬いものに触れることもなく軽症と判断したんだ。救急車内や待合室で嘔吐はあったけど、意識や呼吸に問題はなく、麻痺などもなかった。軽症と判断して傷を消毒して薬を塗り、抗生物質を処方して、男児は帰宅させられたんだ。軽症ということで家に帰ったのね。ところが、男の子は帰宅したけど、夜中に2回ほど嘔吐した。翌日、彼の容態がおかしいことに気づいて、再び病院に搬送されたけど、救急隊が到着した時にはすでに心肺停止状態になってしまった。心肺蘇生処置が施されたけど、男の子は亡くなってしまったんだ。そんな、辛すぎる。心肺蘇生中に二人のお医者さんが傷を確認したけど、異物などは見つけられなかった。死亡後頭部 CT が施行されたけど、それでも割り箸は見つけられなかった。CT でも何も見つからなかったの。検視で警察医も口の中を観察したけど異物は発見されなかった。たくさんの人が確認しているのね。7月12日、司法解剖が行われた時、驚くことに、喉の奥に割り箸の破片が刺さっているのが見つかったんだ。ええ、そんな。それまでたくさんの人が確認しているのに、解剖して初めてわかるなんて。救急外来の担当医は業務上過失致死罪で訴えられた。2008年11月の裁判で無罪となった。医師の過失が否定されたんだ。さらに、民事裁判でも2009年4月に、遺族側の損害賠償請求が棄却された。それは、男の子のご家族にとっては、とても辛い結果だったでしょうね。でもたくさんの医師が何度も確認している上に、頭部 CT も撮っていたわよね。それでも見つけることができないなんてことが起こるなんて、医療の難しさを感じるわ。詳しい事故の内容はうちのチャンネルでも過去動画があるから興味がある人は見てみてほしい。さて、次は、福島県立大野病院事件、だ。この事件はその後の産科離れを引き起こしたとも言われている事故なんだ。どんな事故だったの？2004年、福島県大熊町の県立大野病院で、帝王切開で出産した女性が手術中に失血死した。女性は胎盤が子宮に癒着していて、帝王切開後に剥離した際に大量に出血したんだ。それは悲しいわ。病院の設置者である福島県は、医療事故調査委員会を設置して、調査を行った。医賠責保険で保険会社から遺族への賠償支払いをスムーズにするために医療側に過失あり、としたんだ。医師は医療事故報告書を確認したとき、これでは僕が逮捕されてしまいます、と言っている。病院はご遺族が保証を受けられるように、このような書き方になりました、と回答した。え、逮捕されてしまうわ。ああ。その後医師は警察から固く捜索に入るから自宅待機をするように言われた。え、本当に逮捕されてしまったの？そうなんだ。医師は取調べ室に入って椅子に座った瞬間に逮捕状を読み上げられた。手錠、
腰縄の状態で逮捕されたと言っている。腰紐はショックだわ。医師は、このことで逮捕になると、医療界は大変なことになると思います、と警察に伝えたけど無視されたとのことだ。当時の取り調べは、精神的に辛いものだったと振り返っている。そうよね、とても辛いものだったと思う。裁判では、過失、か、それとも、通常の医療行為、だったのかということが争点になった。結果、2008年8月20日福島地方裁判所はこの医師に無罪の判決が下った。医療行為を行ったのに逮捕されるとなると、大変だわ。そうなんだ。この事件の後、産科医を目指す若者が減ったり、小さな病院では分娩の扱いをやめるなど、産科離れが進んだんだ。それは大変な影響だわ。医療事故が起きると、医師や医療機関にとっても大きなプレッシャーになるのね。まさにそうだ。この事件を受けて、医療安全調査委員会という新組織の設立が議論されたんだ。この組織は、医療事故の疑いがある場合に、警察の代わりに調査を行う仕組みだぜ。それは良い取り組みかもしれないわ。医療事故の原因を正確に知ることで、再発防止につながるかもしれないものね。その通りだ。医療は完璧ではないから、事故が起きることもある。そして、この事故では、遺族の方もひどいバッシングの被害に遭ったんだ。出産中に家族が亡くなってしまったことは大きな悲しみなのに、バッシングまでされてしまったなんて。真実を知りたい、という思いから医療訴訟をしていたんだけど、モンスター患者、クレイマー、とひどいバッシングだった。安全な場所から、苦しんでいる個人を叩くのは人間として絶対にいけないことだわ。ああ、関係も責任もない第三者がきっと自堕落な生活をしながら、悲しみ抱える人に石を投げつけるんだからな。最後は東京女子医大病院で起きた複数の事故を解説するぜ。え、複数？2001年には人工心肺事故が起きた。2001年3月2日、心臓の手術中に人工心肺の事故が起こって患者さんが亡くなった。その後、遺族に人工心肺に血液がうまく抜き取れない異常が発生した、と内部告発文が届いた。調査の結果、内部報告書で助手による過失が原因、とされた。だけど、後の調査で否定された。内部報告書は、死亡した手術に携わった当事者の意見聴取なしに作成されていたことが分かった。意見も聞かずに報告書とか、なんか闇を感じる。2002年6月、人工心肺装置の操作をした助手などが、業務上過失致死、カルテの改ざん、証拠隠滅容疑で逮捕された。カルテの改ざん、どんな改ざんをしたの？カルテに患者が脳障害をきたしたこと、脳障害を防ぐために低体温療法を施行したこと、脳浮腫を防止する薬剤を使用したこと、の3点を記載しなかったんだ。そして手術中の瞳孔の大きさを書き換えた。え、それはひどい。この事件を受け、病院は厚生労働大臣から特定機能病院を取り消されている。ドラマで見るような医療ミスと隠蔽ね。そして、2014年には2つの事故が続いた。まずは、プロポフォール過量投与、だ。これは、麻酔薬のプロポフォールを過剰に投与し、2歳の子が亡くなった事故だ。え、まだ2歳の子が、ショックすぎる。2歳だった K 君は首に陽性の腫瘍があった。小学生になる前に取ってあげようと、両親は手術をすることにした。メスも使わない、たった7分の手術、のはずだった。だけど、集中治療室に入れられ、人工呼吸器をつけられて鎮静剤のプロポフォールを投与され続けたんだ。そして、手術から3日後に K 君は亡くなった。プロポフォールは成人用の 2.7 倍投与された。これは集中治療中の子供への投与は禁忌となっているんだ。そして家族への同意も必要なのにされなかった。ずさんすぎて信じられないわ。たった7分の手術のつもりがこんなことに。K 君のご両親はどう感じているのかしら。K 君の父親は事故が私たちの宝物を奪った、と言っている。部屋には K 君の写真やおもちゃ、絵本が飾られているんだ。K 君はうどんやイチゴが大好物で、元気だけど甘えん坊だったんだ。母親は、K は、医師たちがしたことを受け止めて亡くなった。医師たちもこの事実を受け止め、逃げずに真実を語ってほしい、と語っている。ご両親の気持ちを考えると辛すぎる。この事故で東京女子医大病院の医師6人が業務上過失致死容疑で書類送検された。そして、同じ2014年にラモトリギン過量投与、という事故もあったんだ。これは、転換治療薬のラモトリギンを過剰に投与し、患者さんが亡くなったんだ。悲しい事故が起こったばかりなのに、二
つも事故が同じ年に起こるなんて、本当に悲しいわ。医療機関として、患者さんの安全を最優先に考えないといけないのに。亡くなられた皆さんのご冥福をお祈りします。それじゃあ今回はこれくらいで終わりにするぜ。コメントは毎回楽しみに読んでいるわ。この動画が参考になったと思ったらグッドボタンを押してくれると嬉しいわ。また、この事故を紹介してほしい、っていうリクエストもコメント欄に書いてくれると嬉しいです。このチャンネルでは、過去に起こった悲惨な事故から、様々な教訓を得られるような話をしていくから、ぜひチャンネル登録やメンバーの検討をよろしくお願いするぜ。そして、最後に、過去に起きた悲惨な事故や事件を紹介するだけでなく、将来の不安を少なくするために、お金と投資について学ぶサブチャンネルも始めたので、ぜひこちらもチェックしてみてくれよな。抜け目ないわね。チャンネル登録で応援してくれると嬉しいわ。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。